F リーグ2013-2014 シーズン第10節の試合結果です。相手は伊藤監督の古巣、府中アスレティック FC。 何としても連敗を止めたい大分。田村選手などのゴールで3-1と勝利しました。第10節終了時の順位はご覧の通りです。バサジー大分、順位を1つ上げて8位となっています。7月22日、バサジー大分練習場フルゴーフットサルコート。今回はハンダスコヤカクラブのみんなと交流が行われました。バサジー大分から大徳選手、杉本選手、伊藤監督が参加。バサジー大分のコーチを務める吉武コーチも一緒に指導してくれました。まずは年齢別に分かれてウォーミングアップです。低学年の子たちは鬼ごっこ、高学年はパスの練習。マーカーを置いて正確なキックやトラップを習います。場所を移してシュート練習。真剣な顔です。その後は杉本選手も加わってミニゲーム。こちらもハイレベルの戦いをしていますね。お、ゴール！選手チーム負けられませんよ。惜しい。あっという間に終わったクリニック。参加してくれたみんなお疲れ様でした。さて、来週は待ちに待ったホーム戦。大分県立総合体育館でアグレミーナ浜松と対戦です。皆さんぜひ体育館にお越しください。熱い応援をよろしくお願いします。